ランキープレイということですね、今日本一の高校愛用学院に来てるんですけど、後半ということで練習動画、あの前半戦まだ出して多分視聴者の皆さんの反応見てないんですけど、最高に好評なんじゃないかなと予想しています。理由はですね、めちゃくちゃユニークな選手がたくさんいて、もう俺今これ漫画の世界に来たんじゃないかっていうぐらいすごくあの本当に楽しんでて、うん、次はですねこっちのコートのに行って皆さんにちょっとこうなんていうのインタビューしながらヒッティングしていくので、はい、ぜひ皆さん後半戦も楽しみにしてください。で多分次の動画ではポイント戦やっていくんで、また次の動画でもちょっと楽しみにやっていきましょう。お願いします。お願いします。でまずラリーしたい人最初、おお1番、じゃあ行きましょう。どんどんみんなやっていくからよろしくね。あれ身長高いから中学生か高校生か分かんないんだけど、どっち？中1。中1？え？すごっ。中1。お願いします。お願いします。ちなみにお名前は？佐藤直樹です。直樹。ちなみに吉田ゆりチャンネルは普段は？見てます。見てる。好き？好き。大好き。面白いです。面白い。なるほど。得意なショットは？バックハンド。あ、バックハンド。俺もちょっと最近バックハンド進化したから勝負していきましょう。お願いします。お願いします。一緒いきます。好きって聞くの好きなの。お願いします。あれ、リキだ。高畑陸、あの早稲田大学のエース。ああ。はい。の弟さん。弟さん。イケメンです。うん。確かに。よいしょ。はい、つ。おお。はい、よいしょ。ありがとうございます。今成績は？ちなみに。これから頑張るので。マジこれからでしょ。これからの選手っていうのはより魅力が増すんだって。こっからさ這い上がったらさ、マジ漫画じゃない？だって漫画の主人公みんな最初弱いじゃん。けどさ、そっからさ這い上がってさ、漫画もっと面白くなっていくじゃん。ってことはやっぱ最初実力がないってチャンスなんよ。こっから輝いたスーパースターってことで、じゃあ言っとこう目標。だってそれでもし夢叶えたら、有言実行っていう一番かっこいい、人生で一番かっこいい言葉が送られてくるんで、よし言っとこう。宇宙一になります。宇宙一目指して頑張りましょう。はい、よし、ありがとうございました。じゃあ次誰行きますか？海藤。お願いします。中学生。はい、中学何年生？ちなみに吉田よりチャンネルは見てる？あれ知らなかった俺。あんまり YouTube 見ない。あんまり YouTube 見ない。なので、ね、じゃあ今後ぜひ見て、はい、吉田より絶対に俺あのテニス界のスーパースターになるから、あの吉田よりと握手したって自慢できるぐらいの男になるから、よろしく。ちなみにカイトもなるでしょ、スーパースター。なりたいです。なりたいでしょ。ちなみに今って戦績は？全然ない。チャンスじゃん。こっからさ這い上がったらさ、スーパースターカリスマよ。漫画とかよく見る。ナルトとかわかる？わかんないか。ナルトわかるでしょ。ナルトとか最初全然強くないじゃん、けど強くなっていくじゃん。やっぱ面白いじゃん、漫画面白いじゃん。だからやっぱり最初強くないってチャンスなの。こっから這い上がればだってスーパースターだ。じゃあ今戦績ない。じゃあちょっと目標ちょっと行ってみよう。目標は頑張ってプロになりたいです。プロになってどうなる？世界一になりたいです。頑張ろう。よし、いやラリーやいただきましょう。よろしくお願いします。あっ、ナイス。よっしゃ。ああ惜しい。おうまい。ありがとう。チャンピオン。間違いなく。全然ミスんないじゃん。プレイスタイル的にあれ結構ミスんない粘り強くやっていくみたいな。はい、ありがとう。今日は楽しかった。またやろう絶対に。次、リキ君。はい。さっきさ手あげないから俺さどうしたと思ってさ。なんかすごい。足りなくない気合い。いやそうっすね。やっていいですか？やっていいよ。やって。ゴロキブレイ！みんな拍手！
拍手ね、拍手。こういうのって大事だから、めちゃくちゃみんなの前でこういうことするのって将来に生きるわけ。そうっすね。いや本当に、うん、テニスの技術的とかじゃなくて、やっぱ将来ってさ、テニスだけじゃないから、人生ってやっぱ大人になって人間関係とかやっぱ社会ってあるわけですよ。そういう時にこういえば気持ちが強いとそこで生きるから。ナイス、ありがとうございます。ナイス。ちなみに高畑陸、早稲田大学エースだよね今。はい。の弟リキで、今レフティーでめちゃくちゃね、うまいんよ。あ、すごいほんと綺麗なテニスして、天才的なテニスするから。で、今戦績は？戦績は、第44回と第43回の全国選抜の団体戦で2年連続優勝して、うん、で、それがまた無敗で優勝して、リキが？はい。めっちゃ強いじゃん。すごっ。まあ、ダブル3ですけど。じゃあ1年生、2年生で？はい、無敗で優勝してもらって。今3年生でしょ？はい、今3年です、うん。で、最後の年は全日本のダブルスベスト8。アンダー18？はい。ベスト8でシングルス出場。なるほど。じゃあダブルスの方が得意なんだ。そうですね、ダブルスの方が得意です。なるほどね。じゃあこういうちょっと俺のここを見ろと、そう、視聴者に何のショット見てほしい。僕はやっぱボレーですね。ボレー、ボレーストやる。ボレーストお願いします。ボレーストいくか。はい。じゃあ俺のちょっと剛速球で当ててやりたいと思います。お願いします。リキめちゃくちゃおもろいですね。ね、じゃあお願いします。バランキレー、ランキブレー。おー、なんか今瞬間移動してたよ。瞬間移動。いや、ずっとここにいたのに急にさ、前に来てさ、こうやってポンって。やばい、緊張してる。ドランキブレー。全然緊張してねえし。アプローチからやろう。5点勝負。はい、オッケー。俺パッシングね。はい。あ、3点にか、3点。はい。フォアとバックどっちがアプローチ？じゃあバックで。バック。はい。ダウンザラインで全部。はい。あ、あ、そういうことか。あ、じゃあフォアで。フォアで。フォアダウンザライン。はい。オッケー。どうすか心境は？いやー、めっちゃ緊張してますけど。はい。このアーノに心臓いてこうと思います。おお。じゃあ全く緊張してなさそうだけど。いやいや、もう。いや、まあ全然緊張してないですけど。おお。全然緊張してないですけど。ドランキー、これきつい。あれ、ふざけてんの、あのショット。全然プレッシャーないよ俺。いや、これからこれから本気出していいですか。本気出せよ。ちょっと本気出します。全然プレッシャーないよ俺。本気タイム。よし、本気タイム。おお。やっ。おお。分かった、じゃあ俺が見せてやる。分かる、言い訳はないっていうの俺が見せてやる。はい。じゃあ俺とフォアでストレートっていうか3点勝負。これ俺もう勝つよこれ俺。行くよ、距離乗ってるよマジで。すごいね、あの緊張してますかって聞いたら緊張したいですってガクガクのやつですって。ジュコミちゃんの動画見てる。そうそうそう。今うん、なんかそうだね、微妙だったね。あっち、バーモバーモ、あれちょっとアウトだった、アウトでした、アウトマジ勝ち。いや絶対入ってるぞ。ストロングブレイ、楽しかった。いやー、めちゃめちゃね、本当にすごいこれからの選手なんで。じゃあ大学はどこ？日本大学に進学予定です。あ、日本大学。ちなみに彼女はいません。あ、いないんだ。OK。 あ、募集中。募集中っす。募集中。しかもピースピースありがとう。募集中っす。よろしくお願いします。おお、OK、ありがとうリキ、ありがとう、サンキュー。次やりたい人。あ、はい。よーし、よしよしよし、お願いします。お願いします。高校生？高2です。お名前は？あ、富田王がって言います。富田王が。はい。歯綺麗だね。え、そう。歯綺麗で真っ白じゃない？ね。で、今成績は？今年、うん、関西ジュニア初めて出て、うん、ベスト16で進入ですが、で、全日本の補欠2番だったんですけど、うん、そこで、まあ、補欠から繰り上がって全日本。マジ？めっちゃ良かったじゃん。はい。全日本だった。は1回戦負けたんですけど、うん、でもすごいね、全日本出てんの。はい、まあ自分のテニスがしっかりできて、できてよかった、はい、よかったです。やっぱ気持ちなんか強そうだね、なんかもうあのインタビュー聞いてる感じ。うん、ちょっとこれがテニスで勝負していくから。はい、お願いします。お願いします。俺のここのショットちょっと見てくれみたいなある、なんか視聴者に。
まあ、僕結構フォアハンドが得意なんで、うん、まあ、しっかりライジングで打つフォアハンドとかを。ライジング得意なんだ、はい、結構前に入ってやっていく感じ。そうですね。あ、ごめん、今10なんだっけ。17ってことは来年もあるんだ、全日本。はい、じゃあ目標言っとこう。もちろん分かるでしょ、うん、それだって目標俺分かってるよ、はい、もう見えてるもん目標。僕はまあ今年、まあ、シングルス出場できたんでダブルスも出場して、うん、全日本優勝します。よし、やっていこう。お願いします。ちょっとさ、ポイント勝負したしていい、はい、下からいける、じゃあクロスからさ、ちょっと7点でいい、はい、よし、ガランゲー、おー、いでも、レッツゴー、おー、でもやっぱりさ、その勝ち負けとかさ、結果よりもさ、出し切ったっていうのが大事じゃん。そうです、出し切った。はい、ちょっと悔しいです。ちょっと悔しい悔しい。また久しぶりに電子さんで、ちゃんと静電子さ、はい、骨折してて。そうなの？え、今してんの？ちょっとしてて。そん中で4ポイント取ったの？いや、もっと痛かった。どこ骨折してんの？と足のこの関節があって、そこが剥離骨折してるから。骨折してるからハードワークしてるって結構クレイジーじゃないですか。結構割合じゃないそれ。多分今あの速攻で、多分視聴者の印象に残って。もう勝ちじゃん、勝ち。いやいや、これからやっていこう。はい、ありました。じゃあ、ありがとう、ありがとう。いいよ、あれ、あの星、星、鈴木みのるくんです。みのる、星来た、星、スターです、スター、はい、トップランのスター、トップランのスター。お願いします。ちなみに今おいくつですか？11歳です。11歳、小学生、はい、で、ここに今参加してんの、はい、すごくないそれ。なんでそれは、なんで参加できたの？なんで。いや、だからそれ答え決まってるでしょ、強いから。はい。それしかなくない、はい、でしょ。今成績はけど、あんまり、うん、え、今全国大会出てる？出てない。いや、関東大会は出てない。だって5年生でしょ、まだ6年生だったら出るでしょ、絶対に。いや、嫌じゃないでしょ。そこはなんていうの、やっぱここはしっかり自分の夢を発言する、はい、そしたら視聴者はなんだこいつみたいな、すごいなみたいな、勇気がすごいですね、印象に残るから、はい、将来テレビとか出るようになったら、うわ、あの吉田優のチャンネル出てた子かみたいな、で人気爆発よ、はい、夢言っとこうじゃん、夢、はい、プロテニスプレイヤー。お、大丈夫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 か、大丈夫か、大丈夫。夢はプロテニスプレイヤー。プロテニスプレイヤーになってどうしたいんですか？ランドさん優勝、優勝やりましょう。絶対いけるよ、いけるけど、絶対優勝に必要なのってここなんで、ここ鍛えていきましょう、マジで、はい、頑張りましょう。お願いします。お願いします。よし、ポイントする、ポイントやりたいでしょ。よし、ポイント7点選手いこう。よし、じゃあミノル、小学校5年生、将来あれです、彼ガンサム行くんで、優勝するんで、クロス打ってからポイント。お願いします。おお、あっ、おお、惜しい惜しい、俺手加減しないからね、ガチでいくよ俺本当に。あー惜しい、あっ、みんなでここ行くぞ、ここ。おお、おー、頑張れみんなで、メンタリティ、メンタリティ、勝ち負け大事じゃないから、出し切る全部。
ああ惜しい。いいぞいいぞいいぞ。なんか球筋変わったよ。それよそれ。ミスしないよミス。おお。ナイスショー。それよ。これが出し切るというものです。うん、彼ミノル君はもうスターになります。おっ、惜しい惜しい惜しい。ナイストライナイストライ。いいよ、一つお願い事聞く、何でも。もう一回行く、もう一回行っちゃう、もう一回やっちゃう、3点勝負。じゃあ、お願いします。よしやりますか。お、うわ、うまっ。ミノル君、天才的っすね。すごい。ナイスナイスナイス。ミノル根性発揮してきてんじゃないこれ。絶対にですね、将来グランスタムで優勝するんで、皆さん、ミノル選手チェックです。ちなみにどこ出身？加古川です。あ、ここ加古川。じゃあ出るとしたら兵庫ジュニア。まあ、はい、兵庫ジュニアの兵庫小学生大会の出るんだ、はい、全国大会目指していくみたいな、はい、じゃあ全国大会マジ優勝目指して、まず出場。俺も全日本選手権って分かる、一番大きな大会、はいはい、俺本当に目指してるから、俺絶対に出るから、はい、出たらマジ10月来てね、本当に。はい、加古川からお父さんとお母さんと新幹線に乗って、はい、お父さんとお母さんにもよろしくお願いします。あの、ぜひミノル君のお父さんお母さん見に来てください。ミノル君と僕の全日本選手権、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。もちろん。お願いします。あの、お名前は？福田葵です。葵くん、はい、今は中学生？はい、2年生です。2年生、はい、2年生がこんなもう強いグループと一緒にみんな練習して、いや、毎日ハードワークしてる。はい、ありがとうございます。今ちなみに戦績は？1回だけ、あの、本戦に、うん、あ、その予選のジュニアに、うん、あ、県大会、あ、県大本戦出た、はい、すごいじゃん。あ、ありがとうございます。すごいじゃん。俺、予選大会で負けたから、ずっと本戦大会で立派よ。で、ちなみに俺のここのショットを見てくれっていう、うん、もう俺のここを見ろと。フォアの打ち込み、フォアの打ち込みが得意、はい、でこれからポイント練習やっていくから、はい、でちなみに、はい、今県大会の本戦なわけじゃん。目標を宣言しましょう。毎回本戦に行けるように。いやいやいや、行けるだけじゃなくて行って、行ってから、うん、勝利できるように。いや、勝利じゃなくてもう一つあるし、言葉が優勝。そう、できるように優勝頑張りたいです。よし、絶対優勝目指そう。やっぱやるからには優勝じゃん。はい、じゃあね、負け、はい、負けの嫌いじゃね。はい、よし、マジで俺も本気で勝ちに行くよ今から、はい、ポイント7点勝負、はい、よし、やっていきましょう。彼、自分から来ました。自分僕やりたいです。やりたいです。おお、彼のメンタリティです素敵ですね、好きです。最高って言うんです。控えめに言って最高。やばくないよ、チャンスよ、チャンス。今やばいって言ってたから、やばくない、うん、チャンス。はい、行くぞ。ジュニアたちは10番コート、11番コートです。
もうま。くそ。よいしょ。行くよ行くよ行くよ。今のハードヒットめっちゃいいよ。プレッシャーかかった。青いバックうまい。おお、ナイスショット。なんで？マッチポイント。おお、ありがとうございました。めっちゃ良かったよ。ありがとうございます。しかも俺めっちゃ本当にいいと思ったのは、自分からやっぱり手を挙げてさ、俺やりたいですって。やっぱあれってやっぱ人生でさ、こうやって10年20年30年って生きていくとさ、はい、テニスだけじゃないじゃん、はい、やっぱり自分のこの人間性ってやっぱ一番見るから、みんな大事じゃん。その時にやっぱああやってさ、自分から行動できるっていうのは絶対大人になったら生きるから、そこを本当に大事にして、でもちろんテニスも強くなる、で最高の男目指していきましょう。ありがとうございます。ありがとう葵、めっちゃ楽しかった。ありがとうございました。俺全日本選手権出るから、あ10月ね。お願いします。絶対見に来いよ、はい、インスタやってる？やってないけど見れます、うん、見れる。じゃあ俺のちょっと見てちゃんと告知するから、10月絶対出るから、はい、よしよろしくね。ありがとう。楽しかったですね、後半戦。はい、後半戦はこんな感じになってきました。いや本当ここの愛学園の素晴らしいなって僕本当個人的に思ったのは、でも高校生と中学生が一緒に混じって練習する、もちろんそのやっぱ高校生っていうのは負けれないわけじゃないですか。やっぱそういういい意味でプレッシャーもかかりますし、練習にもやっぱ高校生にとっても練習になる。中学生はやっぱり高校生の球を受けることによってさ、自分はやっぱ高校生になった時にその高校生の球にやっぱ苦しまないと思うんですよ。やっぱお互いにとってやっぱすごい練習になるっていう、本当にだからすごい、やっぱそこがその愛媛学院の強さの秘訣なんじゃないかなっていう。やっぱみんな下の選手も育っていくじゃん、上の選手もメンタリティやっぱ強くなっていて、キャンプ今多分キャンプで来てるんだよね、ね、ホームコートは多分違うところに多分あって、やっぱみんなこうやってキャンプに来てやっぱ人数が多いってことで、こうやってやっぱさ、ちゃんとしたやっぱこうね、ホテルっていうの、ここコート多いホテル借りてやっぱこうキャンプを組むわけじゃん、うん、やっぱそういうやっぱりそのなんていうの、マネジメント能力っていうんですかね、もう本当にもうすごい整ってて、やっぱ本当強くなりたいなって人はやっぱりもうこういうやっぱ強いここに来れば間違いなく強くなれると思う。ぜひ皆さん、留学にね、興味がある方は来てみてください。でみんなもうめちゃいいやつなんで、面白いんで友達もたくさん作ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。最高のコーチです。マジで俺結構良くなってるね、本当に。よかったね、オムニコートでこんだけね前に入れるのはね、成長の証です。はい、皆さん楽しみにしてください。多分この後ポイント練習やってくんで、また次回の動画でまだちょっと愛学園編多分最後まだ続くと思うんで、楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ガランキプレー、これからですねポイント練習を、あの日本一の高校愛学園の選手とあの一緒にポイント練習やってくんで、やってもらえるのは山本夏樹選手、シングルスワンの愛学院のエースです。おお。